村長ミュージックスタジオ。はい、みなさんこんにちは村長です。えー、っともう今や業界の標準と言ってもいいほどになりました、えー、メロダイン、えー、ピッチ補正ツールについて、えー、便利な。 選択の方法とかもう皆さんがよく知っていることも含めてですね、えー、ちょっとおもう一度編集を早くするために、えーうん、やってみようとお勉強し直してみようということで、えー、今日はあ解説したいと思います。えーまあ、分析をしてですねこれはやっぱりあのボーカルなんですけれども、えー こうやって、えー、音を動かせるわけですけれども、えー、まずですね、えー、画面を拡大したり縮小したり、えー、する方法はですね上のルーラーと呼ばれるこの小説が書いてあるところをですね、えー、押しながらプレスしながらこう上下に動かすと横の幅がこう広がったりしますよね。えー、そして、えー、とマウスのスのクロールを こうすると上下に動きます。これをシフトを押しながらすると左右にこういうふうに動くんですね。まあ、この辺までは皆さんが案外使っている方法だと思うんですけれども、シフトを押しながらこのこの玉釣ですね、玉釣りを選択していく。 とというようよなこともできます、えー、通常ですね、えー、範囲を囲むようにするとこういうふうに、えー、欲しいところが取れるんですけれどもこうしたくない時もあるんですね、えー、その時は、えー、とコントロールを押しながらこうやってこう飛ばしながらもできますけれどもこれシフトを押しながらですね ととなぞるようにしていくとスネーク編集とか言ってこうやってですね欲しいところがこうやって取れるんですね。えー、スネークー選択といった方がいいんでしょうかね。えー、ということでこんなあ特殊なあ選択の仕方ができます。もしくは左側にありますこの 音程の高さ C とか B とか A シャープとかですねそういうところをワンクリックするとですねそしたらその横全てで若干上下してたとしてもこうやって全てその領域が選択できるんですけれどもこれをダブルクリックとかをやるとですね またちえっと拡大縮小の方法にはまあいろいろあるんですがコントロールとオルトを押しながらするとこう虫眼鏡ツールになってもちろんこういうふうに選択することもできるんですがこの時例えばここに A があります。でこの下にも A があります。こういう時に、えっと、ダブルクリックで選ぶとですね 高い方方のの A A もも低いい選ばれますいわゆるオクターブ全ての A が選べたりしますもしくは、えっと、高い領域だけ A シャープから F シャープまでだけを選択したいなんて思うとこの、えー、音の名前ですね音名があるところをこうドラッグすると押して選択できるんですね。 そしたらある範囲の高さまでを選択できるというようなこういう使い方もできますしいろんな便利な選択方法が準備されています。これが 便利ですねそしてこうやって自動でスクロールするんですけれども、えー、この右下にですねちょっと見えにくいと思うんですけれどもアイコンがあります。そこをですね 選択してこういう違う形の色にしておくとですねそしたら「いいの」 スクロールしないでスクロールしなくなった時ですね、まあ、スクロールはした方がいいと思うんですけれどもスクロールをしなくなった時にはここをちょっと見直したらいいんではないかなと思います。それとですね、えー、とこの間記事にも書いたんですがえっ、ー、と こういういビブラートのとこころですね。れをビブラートの幅を変えたりするのはこのピッチモジュレーションツールというのでビブラートの振り幅を変えたりすることができますが。 えー、こちらがちょっと低いところで、えー、こちらが高くまで振ってるというこういう時にですね、えー、となかなか一定に揃えたいと思ったら難しいんですね、えー、とモジュレーションじゃなくてドリフトツールというのもあってこう下から上へ上がっていってるような時にある,ある程度は揃えれるんですけれどもおなかなか自分の思うようにはできません。そんな時にですね えとこの分割ツールを選択しておいて、えー、右クリックしますノートをトリルとして分割というふにするとですね、えー、ビブラートが、えー、と楽器のトリルのように分割されるんですね。そうううすするるととこここににまで来るとで来ねこういう風に、えー に揃えることがいいかどうかはちょっと横に置いておいてですね。えー、こういうふうなことができるようになります。えー、っと、そしてあとですね、あのまメロダインではショートカットキーを使えるんですけれども、えー、上にあるこの6つのツールがですね、ファンクションキーに対応しています。今 F1 を押すとこれ F2 を押すとこれ F3 を押すとこれ456とこういうふうにできるんですけれども例えばこれを選びたいピッチモジュレーションツールを選びたいとかこれを選びたいという時には、えー、そのショートカットキーを割り当て直しておけばいいんですが、えー、初期値で使ったりする時はどうしたらいいかっていうと F2 をダブルクリックすると 二つ目のピッチモジュレーーションツールになりますえー、ドリフトツールにしたい時は、えー、これをですね3回連続でタンタンタンと押すとそしたらこのツールがですねドリフトツールに変わると2つ以上あるようなこういうツールの時はその番号のところを押してですねダブルクリックとかするとそういう,う形に、えー 変化するというふうになっててとてもこれもショートカットキーが使いやすいです、えー、そしてなどというか、えー、知らなかったらこれは何だと思うんですけれどもえー、っとこのこれとこのこれですね、えー、クリップモードとトラック全体だから左側にしておくとドラッグ全体が見えるんですけれどもえー、っと こちらにすると今選択されてるえここでですね、えっと、分割をしたりしたらですねその分割して選んだところだけが見えるとこういうふうに、えっと、これは一個一個のクリップですねクリップだけ見えるモードと トラック全体が見えるモードとそういうふうに分かれているというこれがそういう便利な道具になっています。<laughs> そんなわけでですねまだ今日はまた機能 という意味で言えば一つ一つのツールをもう一度整理して次回は皆さんにご紹介したいと思うんですけれども今日はですね選択の方法というところに重点を置いてお話ししてみましたメロダインとっても便利なソフトですしと主要な DTM ソフトを買うとですね えと無料バージョンエッセンシャルがついてきたりしますので是非とも上手に、えー、使っていただいたらと思います。えー、今日はメロダインについて、えー、紹介してみました村長でした。